しかし協力せずに敵対してくる人造人間にも備える必要があります。そうですね、脱走に参戦できる人造人間とできない人造人間がいます。あ、また説得するのがあります。信じてみる、選択します。みんなが自由を求めてる。必要なのはそれを手にするための機会だけ。あなたと同じ影響力がレールロードにもあるなら、それを恐れる SRB は賢明です。私たちは仲間に機会を与える。そうすれば彼らはついてきます。ミスター・ビネを敬服していますが、この作戦のことは話せません。彼の仲間と戦うわけですから、仲間に話します。そうですね、ミスター・ビネはインスティチュートの科学者。もし私が現れなければ最悪の事態を想定してください。Z1-14-14-11 機会を与える。一つはリアムに。君は自分の役割を果たしてくれた。次は私の番だ。リアム、ユーザーネームとパスワードを手に入れたわ。レールロードの連中は本当に頼りになる。大昔のテクノロジーを現代のターミナルに接続するにはかなり時間がかかる。たとえパスワードがあっても渡してくれればすぐに始める。これから戦闘するかもしれないと言っていました。最新の注意を要する作戦になるわ。戦闘が避けられない場合は。いい質問だ。あ、そういう状況に陥ったら作戦を中止して別のチャンスを待つ。池上彰さんがここに誰の命を危険にさらすことはできない。インスティチュートの科学者なので、まあ、いろんな豊富な知識を持っていそうですね。これです、どうぞ。よし、聞いてくれ、頼みがある。 Z1-14 はアトリウムで働いている。彼をアップデートしてくれるか。君がする方が安全だ。リアム、君が手を貸してくれた企画は順調に進んでいる。何の話か分かるよな。分かるよ。これでパスワードは届けました。あとは1日経ってから人造人間にお話する。聞くところによると、あのリベルタリアの不良人造人間はかなり危険な案件だ。ちょっと放射能の影響を受けてるんで、先生に見てもらおうかなと思います。今夜かな。あー、今夜なので先生がいないです。困りました。ではここで1日24時間出ます。長い。24時間っていうことは起きてもまた夜ですね。ゆっくりと時間を渡っていきます。よし、これで1日経ちました。ん？あ、
あ、ジャマイカブレインの。また失敗になっちゃった。もうブレストンカービィカンカンに怒ってる。あー、どんどんミニッチメンのクエストが失敗になっていきます。自由を手に入れるために戦うか仲間に聞きました。志願者の人数に驚きました。おそらく戦いが始まればさらに多くの仲間が加わるでしょう。しかし武器がなければ戦ってもすぐに殺されます。多くの人造人間がそうです。適切な素材があれば粗雑な道具は作れますが実用的な武器は作れません。残念ながらいくつかの重要な材料が不足しています。材料がいるのかな。重要な材料、火薬、レーザー収束クリスタル、その他のものもいくつか。わかりました。武器を盗めばいい。すべての軍需品は SRB によって厳重に管理されています。たとえ持ち出すことができても気づかれるでしょう。何に対してもサプライズは不可欠です。大丈夫よ、私にはコネがあるのよ。素晴らしい。渡してもらえるものはメンテナンスキャビネット 3B に預けてください。しかし反逆者全員に行き渡る数の武器が必要です。なので材料の調達も必要です。しかし、ショーンに武器をくれって言ったら計画がバレちゃうです。必需品ための計画があります。インスティチュートは常に拡大しています。ある中断行動の掘削作業がちょうど完了しました。掘削の道具は箱の中に入れられそのまま置かれています。あの道具が手に入れば私たちの必要なものは全て揃います。ミスター・ビレーの手配によって掘削作業を行っているのは全員私の仲間です。ですが彼らは常に監視されています。衛兵を殺すことについてどう思いますか。腕が鳴りますね。うずうずしてる。私の仲間の多くも同じです。あなたが衛兵を片付けたら私たちは必需品を動かし後ろのトンネルを爆破します。この件大作裂です。多くの人造人間を失う掘削現場の悲惨な事故、珍しいことですがない話ではありません。そうすれば私たちの死んだ友人が必要な武器を集めることができます。幸運を。トンネルの警備費を始末する。ショーンごめんね。二つ目的地が。あ、ここに武器を。ダクトテープがなぜか入っている。ここに武器的なもの 10本ぐらいここに忍ばせます。君が手を貸してくれた企画は順調に進んでいる。何の話か分かるよな。うん、分かるよ。武器持ってくればよかったです。こういう打撃系の武器でもいいのかな。マチェットとピストルと。先生、地雷は武器に含まれていますか。どうなんでしょうか、地雷は武器に含まれてるの。もう消耗品なのでなくなっちゃうんで無難に武器かな。1
1、2、3、今持ってるのは3本です。3本なら箱に入れることができます。あと7本足りないです。こんにちは、売店へようこそ。ご注文をどうぞ。これをこの場所を円滑に運営するのが、アリー博士だ。こんにちは。あなたがファーザーを元気づけたよ。ファーザーも私たちみんなを元気づけました。状況報告、全機能正常。ここだったかな。この倉庫に武器とかいっぱい入ってると思うんで調達してこようと思います。ユニット X6-88 はあなたの戦闘スキルを高く評価しています。人造人間も他の機械と同じく誤作動が起こり得る。頻繁に起こらないことを願っているわ。平常セル。ユニット B592 はジャスティンアヨです。キャップ。え、キャップしかない。あったインスティチュートピストルです。人造人間用グレネートフュージョンセルもあります。あ、フュージョンコア、あ、すごいです。いっぱい手に入りました。あとはドクターリーがいた部屋にも銃が置いてあったかな。あ、なんだろうこれ。ところによると、あのリベルタリアの不良人造人間はかなり危険な案件だったようね。本来の場所に戻る。これで3本、あと4本ほどです。存在をスキャン中。問題ありません。スキャン中。被験者の身元判明。次はアドバンスシステム。ことあるごとに電力の節約を思い出してください。あ、ここだここだ。に銃が置いてあります。4本、5本、あと2本ほど。あと1本。まだ取れないです。かわいそうにショーン起動してないです。このままなのはかわいそうだな。ここがショーンのベッド。そうです、ドクターリー。ドクターリーは今 BSO にいます。いなくなっています。武器が足りないですね。あとは居住区のところにあるかな。